MGM-31 パーシングアイと PGM-11 レッドストーン。短距離弾道ミサイルは弾道ミサイルのうち射程がおおむね 1000km 以下のもの。準中距離弾道ミサイルとの際は射程がやや短いのみで厳密な区分はない。ただし、そのうち核弾頭を持つもので射程 500km 以下のものは戦術核兵器に分類され、 500km を超える射程を持つものは中距離核戦力全廃条約の対象となっており、それぞれ別の核軍縮条約により制限及び撤廃されている。短距離弾道ミサイルは同じ射程でも発射から弱弾までの時間が軌道によって異なり、低軌道のディプレスド軌道を選択した場合で5から6分、高軌道のロフテッド軌道を選択した場合で10分程度である。 車両で運搬され、運搬車両がそのまま発射機になるという移動式のものが多く、大陸間弾道ミサイルのようなミサイルサイロや、中距離弾道ミサイルのような発射台といった、大掛かりな設備を建造する必要がないためコストが安く済む。また、運用も他の長距離弾道ミサイルと比較して、勘弁であったことから、多くの国が採用した移動式にすることで、 発射地点を事前に特定されないようにして、生存性を高め、任務を遂行しやすくする目的もあった。高性能作薬弾頭のほかに、核弾頭、化学兵器、中性子爆弾といった NBC 兵器をはじめ、クラスター爆弾、燃料気化爆弾も装備可能であり、その形態は実に多様である。大きさも様々である。V2 ロケットの開発者である。 ベルナー・フォン・ブラウン博士も開発に携わった部位に直径のアメリカ製 PGM-11 レッドストーンで射程 320km、全長 21m であった。これはさらに射程の長い大型弾道ミサイルや打ち上げロケットとなっていった。それとは別の系統でフランク・マリナ率いるジェット推進研究所が開発した WAC コーポラルをもとに アメリカで独自に開発した MGM-5 コーポラルが射程 100km 前後で全長 14m であった。この後、アメリカは概おおね100の 150km の射程で小型化を図っており、アメリカ最後の戦術核ミサイルとなった MGM-52 ランスでは射程 125km で全長 6m まで小型化。 比較弾頭の MGM-140 アタックムズでは射程 165km で全長を 4m にまで小型化している。これに対しソビエト連邦では東側の代表的なスカットミサイルを全長11から 12m のままほとんど変えず射程を伸ばす方向へ開発を進展させており射程 130km のスカット A に始まりスカット D では 射程 700km を実現している。このことからも、東西の弾道ミサイル思想の違いがはっきり、現れている。短距離弾道ミサイルの祖となったのは、ナチスドイツが開発した人類史上初の弾道ミサイルである、V2 ロケットであり、その射程は 300km 程度であった。当時はそれよりも長い射程を持つ弾道ミサイルはなかったため、 距離による区分はなく、単に戦術地対地ミサイルなどと呼ばれていたが、現在の区分に当てはめるならば短距離弾道ミサイルに分類できる。また、V2 ロケットの分析をもとにして開発された、アメリカ陸軍の MGM-5 コーポラルや、その後継の MGM-29 サージェントも、当時は戦術地対地ミサイルと呼ばれていた。いずれも、 最大射程は 100km を少し超えるくらいである。弾道ミサイルという言葉が使われるようになったのが PGM-11 レッドストーンが配備された頃からであったためにアメリカ発の弾道ミサイルはレッドストーンと思われがちだがコーポーラルはレッドストーンが配備される1959年により前の1952年に実戦配備されており 発射後最初の数十秒間だけ加速し、その後は弾道飛行で飛翔するなどの特徴から判断すれば、コーポラルも弾道ミサイルに他ならない。同じように、ソ連でも V2 ロケットを元にした拡大コピーで、射程 270km を持つ R-1、および R-1 の倍以上の射程 600km を持つ R-2 が開発されている。 冷戦期においては主に東ヨーロッパにおける NATO、加盟諸国とソ連及びワルシャワ条約機構に加盟する東欧諸国との国境付近における戦術核攻撃を目的として、両陣営とも多数の短距離弾道ミサイルを配備していた。1九十一年の湾岸戦争では、イラク軍のソ連ロシア製、短距離弾道ミサイルスカットの改良版、アルフセインがイスラエル、 サウジアラビア、バーレーンに対して使用され、これに対抗して、アメリカ軍の地対空迎撃ミサイル、パトリオットとの打ち合いが行われた。アメリカ軍のノーマン・シュワルツコフ司令官はほとんど、すべてのスカットを撃ち落としたと発表し、現地部隊を褒めたたえたとされるが、イラクは撃ち落とされたスカットはわずか数パーセントに、過ぎないと発表し、主張が真っ向から対立した。 後の研究報告では、パトリオットは PAC-2 形態で弾道ミサイルの対処も考慮されていたが、後の PAC-3 形態のような本格的なものでなかったことと、ソフトウェアの問題など多数の不具合があったため、スカットにはあまり命中しなかったとされる。いずれにせよ、これによってスカットとパトリオットは全世界にその名を知られることになった。 戦術核ミサイルの全廃が、米ソで合意に達したため、九百九十二年の冷戦終結後、アメリカ製のミサイルを導入していた西側諸国では、核弾頭を装備した短距離弾道ミサイルは、射程五百キロメートル以下のものも含めて姿を消しているが、中距離核戦力全廃条約などの核軍縮に関わることのなかった国では、射程五百キロメートルを超えるミサイルが依然として、 対立する隣国に向けられて配備されている。インドとパキスタン、中華人民共和国と中華民国がその適例である。核装備の短距離弾道ミサイルを配備し続ける理由は、核技術は一定の水準には達しているものの、ミサイル技術や軍事費の問題から大陸間弾道ミサイルのような大型ミサイルを保有したくてもできない場合、 仮想的国とする国がアメリカとソ連のように海を隔てた場所でなく国境を挟んですぐ隣にあるために長距離のミサイルがそもそも必要ない場合などが主な理由であるが各国の事情は様々である。また、1980年代以降朝鮮民主主義人民共和国を経由してスカットミサイルの技術が拡散しており多くの国で独自の改良版スカットが作られている。 このことも国際的な懸念事項となっている。ドイツ国アメリカ合衆国ソビエト連邦ロシア、中国パキスタンインドイラクイラン大韓民国、中華民国 a ータダトモヒコ。ミサイル防衛の巨大センサーも、軍事研究42巻、ピアニッシ十66、67、一瞬0533から6716、ありがとうございます。